三坂パーキングエリアは、岐阜県中津川市の中央自動車道場にあるパーキングエリア。かつては、小牧方面の施設は、スナックショッピングはなく、トイレのみだった。校内にマゴメバスストップを併設しており、高速バス利用者用の出入り口が設けられている。これを利用して、パーキングエリア利用者も、徒歩でマゴメ宿へ行けることで知られており、また、 近隣を走る北稲交通の路線バス孫目線を介して中津川駅、飯田駅の往来を可能としている。東 p A にスマートインターチェンジが併設される予定であり、国土交通省より2017年7月21日付で新規事業化された。2021年度共用予定。バスストップ横歩行者出入口上り線2008年7月18日に、 マゴメと湯船の里が開店、マゴメバスストップのボーリ線、マゴメバスストップ下り線、マゴメ塾付近の立体紙が像赤線が、中線道、大線が、マゴメバスストップよりのアクセス道路。航空写真撮影時にはなかった谷底の園庭場を、現在徒歩でアクセスできるように整備されている。航空写真は1977年度撮影国土、交通省国土地理院地図。 空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成停車する路線。スマートインターチェンジの新規事業化。準備段階調査の箇所を決定高速道路の有効利用や地域経済の活性化に向けて。国土交通省道路局。2017年7月22日閲覧。三坂スマート IC の事業化決定中央道。孫目塾宿観光などを期待。中日新聞。 2017年7月22日閲覧。ありがとうございます。